5月3日に行われたホームゲーム、およそ3400人が駆けつけたこの日、対戦相手はガイナーレ鳥取。キム・ジョンソン監督が指揮を取ります。琉球を率いて3対1で勝つ攻撃的サッカーを作り上げ、2018年当時最速で J3 優勝を果たしました。あの人も本当こだわりが強いというか、攻撃の練習しかしないし、今わかんないですけど、どうかボールを大事にするというより仕掛けなさいという、仕掛ける回数が多ければ取られることもあるから、そしたらまた取り返すといいでしょっていう、しんどいですけどうまくハマったんだよ。琉球の J2 昇格の立役者がこの日の相手です。進化 TV On the pitch。鳥取は元琉球の田中啓太、増谷、富樫選手が揃って先発。最初のチャンスは琉球、絶好の位置からのフリーキック。キッカーは金崎ムー選手。シュートは惜しくもゴールポストに弾かれます。先制したのは鳥取でした。見事なトラップからゴールを決めたのは元琉球の富樫選手。今季の琉球、9試合で6試合が先制されています。金崎選手にボールを集める琉球。しかし鳥取の攻守に阻まれます。前半19分、再び琉球ディフェンスが崩されます。鳥取の見事な崩しに手も足も出ず、ケルビン選手のクロスはわずかに高安選手に届かず、29分、琉球コーナーキックのチャンス。外で待ち構えていた中野選手が狙い通りのロングシュート。追い上げムードがスタジアムに広がります。しかし前半終了間際、元琉球増谷選手から前線へパスが通り、跳ね返ったボールを押し込まれてしまいます。2018年の琉球でも見られたジョンソンサッカー。後半何度も鳥取ゴールに迫る琉球。しかしシュートは枠の外。
試合終了間際、上原真人選手のクロスをキャプテン野田選手が押し込みますが、反撃はここまで。直近5試合で1勝4敗、 J3 優勝を目指すチームの戦いぶりにサポーターの激が飛びます。シャート打たない攻撃サッカーなんて聞いたことねえよ。やるぜ、もっと前に来いよ。J3 優勝を目指すチームの戦いぶりにサポーターの激が飛びます。シャート打たない攻撃的サッカーなんて聞いたことねえよ。今日の3467人、今日のゲーム見せなかったんだよ。俺たちは優勝するって言ってチーム作ってんだから頑張ろうよ。お願いだよ、頑張ってくれよ。まあ、戦術のところもそうですけど、やっぱり相手に球際負けないだったり、体を張る部分だったり、気持ち、メンタルの部分で、相手は戦ってたし、うちも戦ってないわけではなかったですけど、そこの部分で相手の方が上回ってたのかなっていうのは、まあ前半、まあ、外から見て感じましたね。琉球は20日のアウェイ、鹿児島戦も敗れ、現在17位。勝利が欲しい琉球、明日天皇杯1回戦がホームタピック喧騒ヒアゴンスタジアムで行われます。久しぶりです。久しぶりです。試合後、元琉球の4人はサポーターとの久しぶりの再会に笑顔。おめでとうございます。おめでとうございます。久々のタピックはどうでしたか？泣きそう、泣きそう、もう我慢できない、泣きそう。いや最後っすね、ここやっぱり懐かしいっすね。面白かったです。ルーネット沖縄プレゼンツ進化ドライブトーク、今回は森優里選手と岩本翔選手の筑波大学コンビ。ある選手の知られざる素顔が明らかに。実機と高安と優里と俺の4人で名護とか、あの上の方行って、ね、入府の時ね、うん、泊まってんな、あの時は、うん、そうね、コテージ借りてね、あの時はコテージ借りて泊まってトランプしたりとかね、トランプしたり、まあ高安があいつも気持ちよくなってきてで、まあ、いきなり服脱ぎ出してあいつめっちゃそんな喋らんのに半一になってダンスというか、もう素も静かやのに、そのみんなの多分印象と全然違うよね、高安のね。可愛いとかやめてほしいよ、ね、本当に。あんな全然違うから、ね、本当にファンサポーターの人も勘違いしないでほしい。車は仲間と距離を縮められる場所、グーネット沖縄は仲間と笑顔になれる車探しをお手伝い。車のプロである鑑定士があなたの代わりに中古車の状態をしっかりチェックしてくれます。ドライバーが快適に過ごせるよう内装のチェックも大事なポイントです。ハンドルのスレやダッシュボード、メーターなどのチェックも行います。タバコの焦げ跡や匂いがないかも確認します。沖縄ではエアコンの効き具合も重要なポイントです。フロアシートの下もしっかりチェック。グーの鑑定書を見れば車の状態が一目でわかりますよ。鑑定書はグーネット沖縄ウェブサイトで確認できます。
あなたのお気に入りを見つけてください。FC 琉球、次のホームゲームは6月3日土曜。対戦相手はゴン中山こと中山雅史さん率いるアスルクラロ沼津。場所は沖縄市の沖縄県総合運動公園、タピック喧騒ヒアゴンスタジアム。午後6時半キックオフです。一人は好きだが孤独は大嫌い。最中で最横並びの愛情、地に足つけ空を拝むテレビ。何気ない幸せに気づけるよ。大事なもん日々折り数えてこう。身に余るほどの大量の愛、染み渡る心へ街道の価値。照らされた道たどる Straight to the light track 旅。 And when we are What up? Focus 合わせ日常ローカル歩く道もいつもと変わらない。そんな日々も楽しむ飛ばすパンワンオンドワン。